はいどうもこんにちは GT Max ガジェット V 豊です。今回は Amazon プライムデーのキャンペーンの情報をねまとめてみました。GT Max 来週の7月16日と17日に開催される Amazon プライムデーですが、先行セールというのが始まってますね。でこのように始まってまして、すでにいろいろね安くなってますね。これ個人的には痛み止めが 40% オフっていうのは、ね、すごくね嬉しいんですよね。まあそれはいいとして、今回は Amazon プライムデーで同時に開催されるキャンペーンなどを特集してみたいと思います。それでは行ってみましょう。まず最初はですね、最大 15% ポイントアップキャンペーンですね。これもちょっとエントリーしちゃってるんで、出てないんですけど、これエントリーするってボタンがあるね。それをね、押してください。これ見てみると、プライム会員なら 3%、Amazon マスターカードでのご購入で最大 4% ということになります。その他に DIY、工具、園芸用品はさらに 8% ポイントアップということで、これからね、園芸とかやりたい人はね、これを機にね、いろいろ買ってみるといいと思いますね。お買い物対象期間は7月11日の木曜日、もうすでに始まってますね。から7月17日の水曜日、23時59分までになってます。こちらのポイントは、有効期限が9月30日までなんでお気をつけください。次のキャンペーンはこちら、スタンプラリーですね。こちらもすでに始まってまして、6月25日から7月23日までの開催になってます。こういう感じに Amazon のサービスを利用すると、いろんなスタンプがついてくるんで、それでね、ポイントが抽選で当たります。当選の確率は、スタンプを1つ集めると100人に1人100ポイント。スタンプを2つ集めると100人に2人200ポイント。で、3つだと100人に3人。4つ集めると100人に4人で400ポイントになりますね。で、スタンプ全部コンプリートすると大幅に当たる確率が高くなりまして、10人に1人当たるようになりますね。これはすごくいいので、プライム会員の人はね、参加するといいと思いますね。僕ちょっと参加してみますね。これだけで参加は完了になりました。ポイントアップキャンペーンにエントリーしてるんで、もうこうなってますね。で、次が、プライムリーディングを読む。プライム対象商品を購入する。プライムビデオを見る。Amazon Music プライムを聞く。プライムリーディング以外は大体使ってるんで、すぐね、スタンプね、集まるような感じしますね。次はこちら。プライムデーでディーンポイントがもっと貯まるキャンペーンですね。これも皆さんちょっとエントリーしちゃってるんですけど、まあボタンを押せばエントリーできます。こちらエントリー期間が7月1日から、7月17日の水曜日23時59分までで、キャンペーン期間は7月11日も始まってますね。から7月17日の23時59分までの期間になってますね。これ何かというと、キャンペーン期間中に D ポイント付与対象商品を税込み合計1万円以上買い物すると、合計購入金額の 2% 分のキャンペーン D ポイントが貯まります。これ上限が1000ポイントということになってますね。また、税込み5000円以上一度にまとめて注文すると、常時提供している D ポイント、お買い物ポイントとして 1% も貯まるので、還元率が3倍になりますね。だからまあ必ずね、D ポイント貯めるときは5000円以上ね、買い物しましょうね。D アカウント持ってない人はまず作って連携してください。これはもうページ見てやってくださいね。で、エントリー。買い物、キャンペーンポイントをゲットという形になりますね。また、D ポイント関係なんですけど、D 払いで5000円以上の買い物をすると、最大 5000D ポイントが抽選で当たりますね。ドコモ主催の D 払いで5000円以上を買い物すると、通常 D ポイントに比べ 50% 分のポイントが抽選で3000名様に当たるポイントになってますね。これ最大が 5000D ポイントですね。こちらももうね、始まってまして、7月17日から7月17日までになってますね。キャンペーン対象者はキャンペーン期間中にディリパライで5000円以上の買い物を amazon.cojp で行った方、キャンペーン期間中にエントリーした方、キャンペーン期間中に決済した方という形になりますね。これエントリー前の決済も対象になってるんでね、D 払いで買った人はね、もう大丈夫ですね。次はね、ちょっと申し訳ないんですけど、僕はもう定期お得便何回か使ってるんで出てこないキャンペーンなんですけど、初めて定期お得便を使う方限定でプライム会員であれば600ポイントね、もらえるってキャンペーンですね。定期お得便って注文して荷物揃えた後にね、解除しても全然問題ないんで、まだね、やったことない人はね、このキャンペーンやるといいんじゃないかなと思いますね。次が Amazon ギフトカードを買うと500ポイントプレゼントキャンペーンです。こちらももう始まってまして、7月17日までのキャンペーンとなっています。これもまあ、エントリーしちゃってるんで、ないんですけど。
まあ、エントリーボタンを押して Amazon ギフトカードを5000以上購入してください。 E メールタイプと PDF 印刷タイプの Amazon ギフトカードでないと対象外なので、ここは注意してくださいね。合計5000以上購入してから35日以内に500ポイントプレゼントされるんで、そのキャンペーンに興味ある方はね、必ずねエントリーしておきましょうね。で、次はプロバスケ選手のね、八村塁さんのサイン入りグッズが当たるねプレゼントキャンペーンですね。こちらは対象期間7月11日なんで、もう始まってまして、プライムデーが終わる7月17日23時59分までの期間となってます。参加方法は期間内に5000円以上の商品を購入します。で、あとは当選の通知と景品の受け取りに関する E メールが来るのを待つっていう形ですね。これね、いいキャンペーンで、八村塁さんのグッズも欲しいっていうのはあるんですけど、Amazon プライム限定オリジナルグッズっていうのもありまして、これはね、合計2万名様に当たるんですよね。ペットハウスが5名、マグセーフ対応ワイヤレスモバイルバッテリーが480名、保冷ランチバッグが1020名、トートバッグが1800名、タンブラーが480名、サーママグカップが1450名、デバイスオーガナイザーポーチが970名、3E1 充電ケーブルが1940名、ステッカーが11855名と、八村さんのグッズの他に、こういったね、Amazon のグッズがもらえるんで、5000円以上買えば勝手にエントリーされるみたいなんで、楽しみにね、待ってましょうね。次がですね、各種ブランドギフトカードを買うと 5% 還元というキャンペーンですね。対象ギフトカードをね、買うと 5% 還元されるということで、Apple とか DMM とかね、Google Play とか Uber とかあるんで、そういったサービス、まあ特にディズニープラスなんか入ってる人なんかは、買っといてこれで支払えば 5% 戻ってくるし、さらに 3% ね、ポイントバックされるんで、8% ぐらい還元率あるので、結構いい買い物なんじゃないかと思いますね。で、さらにちょっとこれページ変わりますけど、こちら PR サイト様からの情報だと、ブランドギフトカードを初めて購入の人に限って1万円以上買うと500ポイントね還元されるので、お得なんじゃないかなと思いますね。次はこちら、 Amazon Pay で買えばチャンスが広がる、必ずもらえる Amazon ギフトカード大還元祭、プライム会員なら最大10万円分が当たるということで、 Amazon がやってるね決済システムの Amazon Pay ですが、 Amazon 以外のところでね買い物をするときにね、 Amazon Pay 使うと Amazon の決済システム使って購入できるんで、結構便利なんですよね。それを使うと10万円分当たる可能性があるっていうことで、結構面白いキャンペーンだなと思いますね。これはね、エントリー期間がね、7月2日から7月31日までなんで、結構長めですね。とりあえずエントリーしていきましょう。で、エントリーしました。キャンペーン参加方法としては、エントリー、キャンペーン参加事業者のサイトで買い物をすると。キャンペーン終了後に購入回数に合わせて抽選。で、後日は Amazon アカウントにギフトカードが付与ということで、まあこれもね、面白いですよね。通常会員とプライム会員で当選の上限が変わりまして、プライム会員だと10万円分のね、Amazon ギフトカードなんですけど、通常会員だと上限がね、1万円分になっちゃうんで、それ考えたらやっぱね、プライム会員になっといた方がね、お得なんじゃないかなと思うんだよね。まあ今だけでもいいんでね、入っておくといいと思いますね。キャンペーン対象は2万8000以上の EC サイトがキャンペーン対象で、キャンペーン参加の一部を紹介ってことで、これ見てると、フルナビとか、フルナビあるっていいですよね。ドスパラとか DMM、フルサートチョイス、ペットゴー、バイマ、オンワードとか、ニューバランスなんかもありますね。西川オンラインショップなんかもあるんで、これもいいですね。小島ネットがあるのも結構いいな。タワレコとか、ワコーグ、カシオ、ソフマップ、つくも電機、アシックス、リーガルオンライン、いいイヤホンがあるっていうのは特にいいですね。この他にもね、いろいろね、ページあるんで、Amazon Pay に対応してたらね、10万円当たる可能性あるんで、必ずね、エントリーしていきましょうね。次はですね、こちら、ペイディの後払いを使うと、合計金額から最大 3% ポイント還元っていうのがあって、これもキャンペーンにエントリーしなきゃいけないんですけど、ペイディ入っていて、翌月1回払いの選択をすると、このキャンペーンに適用されて、金額によっていろいろね、ポイントの還元率が変わってきますね。毎月最大1500ポイントまで付与されますね。7000円以上買えば 3%、4000円以上だと 2%、1円から3999円までは 1% というような、ね、ポイント還元率になるんで、クレカで買ってんだと別にこっちでもいいと思うんで、ペイディ使ってね、ポイントをね、上げるって手もね、ありますよね。次はこちらですね。ペイペイで初めてお支払いを行うと、最大 10% ポイント還元、上限100ポイントというキャンペーンですね。こちらのキャンペーンはプライムデー開催中なんで、7月16日から7月17日の23時59分までに、ペイペイで決済すると最大 10% のね、ペイペイポイントがね、戻ってきますね。びっくりしたのがね、僕、Amazon でペイペイ使えるって知らなかったんで、いつの間になんて思ってたんですけどね、調べてみたらね、2022年にはもう対応してたんで、だいぶ経ってるなぁなんて思いながら。
似てましたね。まあそんなね、僕みたくあのペイペイ使えるってことを知らない人はね、いい機会なんで、1000円分買うと100ポイントもらえるんで、ペイペイでね支払い行うっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。でここからはね、サービス関係ですね。 Kindle Unlimited、 まあ読み放題のサービスですね、が3ヶ月無料になります。今まで Kindle Unlimited 使ったことがない人のみのキャンペーンなんでご注意ください。僕使ったことないんで、こういう風にねキャンペーンページ出てくるんですよね。似たようなね Amazon のサービスだと Amazon Music Unlimited がプライム会員だったら5ヶ月、プライム会員ではない人だと3ヶ月ね無料っていうキャンペーンもあって、これは僕も Amazon Music Unlimited 使ってるんでキャンペーンなんで出てこないんですよ、ね、これもねまだ使ったことない人はね、プライム会員であれば5ヶ月無料なんでお得なんじゃないかなと思うんでね、やってみてはいかがでしょうか。最後は Kindle が 80% ぐらいね安くなってる場合もあるっていうキャンペーンですね。これはもうねキャンペーン始まってまして、6月25日から7月17日までになりますね。どうなんでしょうね、映像クリエイターのための完全独学マニュアルとか、これ面白そうですね。4000円ぐらいするやつが2280円の 55% オフになってますね。安くていいですよね。こういう感じで安くなってるんで調べて買ってみてはいかがでしょうか。以上です。 Amazon プライムデーのキャンペーンをねまとめてみました。プライムデーってなってくるとかなりね気合い入れてキャンペーンやってるなって感じするんで、こういう時にねポイントをねいろいろね食べとくっていうのはいいんじゃないかなと思うんでね、おすすめですね。以上です。今回の動画参考になれば幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。